弱ったな、こいつは。各班ほとんど集まってる。俺たちが最後か。まずいぜ、ベン。行くぞ。あのベンってすごいんだね。所詮一小隊の頭よ。俺の相手じゃない。どういうことだい、ジュン。俺がボスを叩き潰してこの村を奪い取ってやる。なんだって。ま、見てな。ジュン。ベン、ベン、起きてよ、ベン。話があるんだ、ベン。疲れてるんだね。びっくりともしない。ゲン、早くしろよ。夜が明けちまうぜ。ごめんよ、ベン。黙っていく。必ず戻ってくるからね。先に行くぜ。待ってよ、ジョン。ゲン、起きているか。あ、俺はそろそろ消えるぜ。群れを乗っ取る気もなくなった。呆れた話よ。犬だけで赤兜をやれると信じている。俺はごめんだ、ジョン。誰か来やがった。やめなよ、ベン。あんたが選んだ男だよ。必ず帰ってくるさ。一旦仲間に入った以上、群れを離れることは掟破りだ。でもさ、でもそれがどうだっていうのさ。クロス、あの子は主人に最後の別れを言いに行ったんだ。そうだろう。あんただってあの子を信じてるんだろう。何度言えばわかるんだ、キン。いいか、どんなに数を集めようが人間の銃に勝る武器はないんだ。悪いこと言わねえ。あの群れに戻るなんてことは考えねえことだ。俺はそう思わないよ、ジョン。お前が親父と勘違いしたあのボスを信じるっていうのか。勘違いなんかじゃないさ。ま、なんだっていいさ。この俺にも一つだけ言えることは、力のねえ者ほど徒党を組みたがるってことだ。そいつを地で言ってるのがあのボスってわけよ。ジョン、ここでお別れだ。お？こいつはベン、あんたの一本負けだ。それ以上クロスとやり合ってみろ。食事の時間に寂しい思いをすることになるぜ。ああ、鳥を捕まえることに関しちゃクロスにかなうやつはいないからな。